緊急事態宣言解除から2週間、愛知県大口町にある桜総合病院の新型コロナ病床を訪ねると、ナースステーションのスタッフは減り、病室にも空きが目立ちました。第5波の、ね、新規感染者数が急激に減るのと同じように、入院患者さんもですね、10月の5日にゼロに一時期なってですね、そこから約1週間コロナの入院患者さんがいない状態が続いて、今は1人となっています。小林豊院長にお願いして、新型コロナ病床の今の様子を撮影してもらいました。束の間の休息といった感じですね。本当今、空床が多くなっています。ここを第4波第5波と多くの患者さんが入院され、入院患者さんで埋まっている状態が続いていた病床です。この病院で新型コロナ患者を受け入れ始めて早11ヶ月。これまでの戦いを振り返ってもらうと、いや、一番辛かったのは第4波の中で重症化例がもう次々と発生して、ところがその重症病床がへの転院が、かなわずに、当院でその重症化例を、なんとかマネジメントしなければいけないと。愛知県でも医療崩壊の危機が叫ばれた今年5月。他の病院で重症病床が逼迫したため、本来は中等症患者を受け入れるはずのこの病院でも、一時は6人もの重症患者を抱えることになりました。コロナ病床の人手が足らない中で、亡くなりそうな人がいる、命の危険にさらされている患者さんがいるというのは、精神的にも労務的にもかなり負担が大きいことになります。この時期大変だったことは他にも。4波の5月の中旬ですね、やはりあの時が一番すごくて、本当に電話かかってるうちから電話がかかってきてっていうような感じで、多分午前中の電話対応でこの携帯の充電が切れちゃう。こう振り返るのは、保健所や県と患者の受け入れ調整を担当している看護師長の影山博子さん。昼夜問わずとか、あと週末問わずっていう入院の依頼であったりとか、電話相談などがありますので、オンオフ切り替えられないとか、ちょっとなかなか自分の中で辛いなって思う時期はありました。簡単にこのまま収束するとは思っていないんです。で、必ず11月中には第6波は来るだろうなと。コロナ禍で迎える初めての国政選挙となる今回の衆議院議員選挙、そこでお二人に聞きました。あなたが政治に期待することは何ですか？やはりこのコロナ禍対策、経済対策、これに対して、各議員の皆さんがですね、どれだけ向き合ってくれているのか。中等症対応の病院が重症者を絶対に抱え込まない重症者病床で治療ができるという体制の構築は必要だと思います。一番期待しているのは内服の治療薬。治療薬がないとやはり感染っていうのが収まらないかなっていうのを思いますし、予防投薬できるような内服が開発されると医療逼迫っていうのはもうなくなるんじゃないかなというふうには思います。この冬が最後だといいなというふうに思ってます。